皆さんこんばんは。こんばんは。第422回どんどん夢やからメディカツでございます。今回もですね、素敵なゲストをお招きしておりますが、まずはですね、メディカツのオープニングからね、スタートしたいと思いますんでね、浜口さんはね、はい、右手、私は左手でメディカツスタート、これでいきたいと思いますんでね、いきますよ、はい、第422回どんどん夢やからメディカツスタート。ときめき忘れていないかい、思い出してよ無邪気で素直なあの時を。立ち上がるよ何度でも、明日へ Let's try again。 Goodbye よ秋だ Yesterday、 Hello 負けない Brand new day、 見つけられるさ君だけの道、世界へ飛び出そう翼広げ、ということで第422回どんどん夢が叶うメディカツ、今回のゲストでございます。今回のゲスト、社外人グループきらめきリーダーの浜口美穂さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。今日ね、なんと、美穂ちゃんと私は初めてここでね、はい、お会いしたということで、はい、今から1時間ぐらい前に初めて会話をしたというね、うん、そんな状況ですよ。これがいいとこ、うん、ね。もうでも盛り上がったね、はい、打ち合わせでもね、もうほんとね、明るい、ね、ありがとうございます。ほんと素晴らしい子ですよ、ね、あ、ね、浅井康子さん、美穂さん素敵、いやー康子さんありがとうございま す, いますね。水越さん素敵もぜひね、お待ちしておりますのでね、よろしくお願いしたいと思います、うん、美穂さん、あ、そうそう、それ先ほどもちょっと言いましたけどね、うん、この番組、お願い事が3つほどありましてですね、まずあの超いいねね、いいなと思ったら超いいねパッ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 と押してもらうと、ハートマークがいっぱい飛ぶんでね、私たちのテンションが上がる、うん、そうですね、ありますね、上がるでしょ。でコメントをね、ぜひお願いしたいと、うん、私、はい、このねメディカスのポリシーとしては、うん、あの皆さんが打ってくれたコメントは一つ残らず読み上げようと思っておりますんでね、ぜひ、たまにつまんないコメントを読み飛ばしたりしますけどね、そんなことない、そんなことない、ね、全部読みますからね、全部読みますよ。そして、はい、3つ目、シェアをねお願いしたいと思います、シェアというしてもらうと、まあ、たくさんの人にね見ていただけるんでね、よろしくお願いしたいと思います。ヨネヤさん、直前に初めて会った配信するというのはいつもスリリングだと思いますね、うん、このヨネヤさんという人も、はい、人もだってヨネちゃんもね、はい、僕の門下生で番組やってるんですよ、うん、お、あの伝えるチャンネル、つたちゃんっていうのはね、素晴らしいですね、はい、ヨネさんがね、水越さん素敵って書いてるねコメントね、ヨネさんいらないですね、ありがとうございます。でもね、マックさん、うん、さてお二人をつないだのは どなたでしょう、水越さんということでね、あの今日ね、マックさんさすがいいコメントね、うんうん、今日ねギャラリーでですね、いいんでよ、いいんでしょだって、いいでしょ、分かってる、いいんでしょ、今日ギャラリーでね、お二人来ていただいてますね、はい、はい、お名前どうぞ。関敦子です。関敦子ちゃん、ありがとうね、敦子ちゃんとは何回かね、何回も今までね、はい、お会いしてますけどね、うん、はい、こう来るの初めて、え、あ、違う違う、2度目はい、2度目、ね、
ええー、とか言われちゃう。ね、2度目ね。はい。のんちゃんの時だっけ。そうです。ね。すごい5年前。5年前。ね、変わらないよね。ああ、水越さんも。ね、ありがとう。ね、お互い褒め合ってますけどね。そして、お名前は。はい、金子優子です。金子優。ゆみちゃんでーす、ね、で実は金子さんが今回ね、はい、あのご紹介いただいたということで、はい、お二人がこのきらめきの運営してお二人でね、はいはい、ということでね後ほどまたねお話をお伺いしたいと思いますけどね、はい、よろしくお願いします。ありがとうございます。ということでね、きらめきってなんだという話もね、はい、あると思う。ここでもねちょっとお話ししていきたいと思いますけども、はい、ね、ヨネヤさんつまんないコメント呼ばわりいや別にヨネちゃんのこと言ってるわけじゃないからね、うん、大丈夫よ。アキエウスイさん、ウスイアキエちゃん、アキエちゃん、アキエちゃん、アキエちゃんありがとう、ありがとう。ミホちゃん見てるよ、かっこいい。うわ、ウスイさんありがとうございます。あ、スミさんもねいつもありがとうございます。水越さん素敵ね、うん、もうさっきから男の人ばっかりですね。水越さん素敵のコメントありがとうでも嬉しいですよ、すみさんありがとうございますね。あ、のんちゃんのメディカさんのリンクも貼ってくれましたね、ありがとうございます、うん、さあということでね今回社会人グループきらめきリーダーということなんですけども、はい、まあ今のね、美穂さんのやられてることをまずお伺いしたいと思うんですけど、このきらめきっていうのは何でしょう。きらめきはどこん何？方針。きらめきは、うん、スタートは、うん、私が皇居勤労奉仕が大好きだから。皇居勤労奉仕、はい、ちょっとキーワード、今日大事なキーワード出てきましたね。はい、が大好きで。大好きで。うん、大好きで大好きで。何回言ってんだっけ？11回です。11回言ってんですよ。あ、待って、あの皇居勤労奉仕っていうのはそもそもどういうことをやるんですか？お庭のお手伝いをして。皇居のね。はい、自然をより美しくする。皇居内のね。はい。奉仕をね、はい、それって何日間かあるんだよね。平日4日間。平日4日間を連続でね、はい、行ける人じゃないとできないんだよね。まあ皇居のね、うん、本当に大もう自然がねそのまま残ってるような、うん、あのお庭を、まあ、手入れをするっていうね奉仕だ、はい、それのきらめきが、大好きで、うん、でだん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 みんなに行こうよ行こうよって誘ってたら、たくさんの人にね、はい、うん、私はその時はまだ自分の団を立ち上げてなくて、うん、あの別の団の団員として参加してたんですよ、うん、だけど行こうよ行こうよってこの団を紹介してあげるよってやってたけど、うん、美穂ちゃんが団作らないのって言われたから、うん、分かったって作るって言っ て, っ て, 言って、はい、でじゃあ自分が勤労奉仕の団を作るにあたって一体どういうグループで天皇陛下にお会いしようかって考えて作ったグループですがきらめき、はい、金子さんもそうです、きらめきね、うん、ということなんですよ。皆さんお分かりになりましたかまあつまり、まあ、勤労奉仕ね、うん、あの皇居のおな 皇居勤労奉仕団、はい、ということで、まあ、あの皇居の中のね、こう庭を手入れしたりそういうっていう集まりで、うん、がもともと、まあ、ねそういうことをやられてるということなんですけども、とにかくまあ天皇皇后両陛下をね、うん、大好きで大好きでね、これね、うん、非常にねもうね僕の年代は非常にこうあの言葉に詰まるというかですね、僕らの年代ってまあ50以上の人はね、うん、なかなかやっぱり天皇皇后両陛下とかてその、うん、話題を出すのこういう放送で出すのもなかなかね、緊張するんですよね。全然違うから世代のギャップをすごく感じてね。私あの待ち受けがですね、あの大丈夫待ち受けが、あ、ちょっとね待ってくださいね、はい、いいです準備ができたら言います、はい、いい、はいね、はい、ということでねちょっとコメント言いましょうね、はい、あ、としなりさんもね水越先生素敵っていうことでね本当ありがとうございます、うん、あ、すごいヨネさん、勤労法、あ、皇居勤労奉仕団きらめきのフェイスブックページをリンクしてくれました。ありがとうございます。さすがヨネちゃんだよね。これ見せたかったの。これ素敵ですね、うん。天皇皇后両陛下、本当にね。なんかね、写真どうやって写していいのか分からない。いやいや、あのね、あ、ちょっと、うん、じゃあこうちょっと待って、うん、ね、この待ち受け
ね、されてるということで、これ待ち受けするってことでは僕はもうそれ多くてできないんですけど、ね、これ、ね、素敵ですよ、あ、切れましたね、これ、はい、もうそのぐらいね、天皇皇后両陛下をもう大好きというね、美穂ちゃんでござ、はい、ね、でございますよね、うん、皇宮内のお庭を掃除したりする奉仕ですね、なかなかできないことですね、マークさん、コメントありがとう。山田さん、出遅れました、水越さん、ごめん、いや、大丈夫ですよ、ね、え、美穂さんのブログはこれってリンク、美穂さんのブログあんの、あ、すごい、すごい、あ、ありがとう、ヨネちゃん、すごい、もうね、ネットだからね、もう何でも検索できちゃうからね、ほんとね、笠原さん、意外なきらめき期限ね、あ、期限ね、うん、まさかの陛下もうね、ほんと笠原さん、ほんとそれまさかのでしょ、うん、でもね、まあそのぐらい、もう両陛下のことがお好きで、可愛い、可愛いんですよ、やばい、可愛いんですよ、わかりました、わかりましたね、ちょっとほんと汗出てくるんだよ、可愛くてしょうがないみたいな、ね、もうほんと大好きなのね、はい、あ、でも、はい、皇居のそういう勤労奉仕とか行くと、うん、最後の日に両陛下とお会いできる、最後の日とは限らないんですけど、ね、陛下たちの予定があったところに、うん、わざわざ時間を取ってくださって、うん、ご挨拶に来てくださるんですよ、うん、でだからリーダーだから、はい、お話しすることがね、はい、できると代表として、代表として、はい、団の代表として、もうそうするとやっぱりその愛を感じるわけですよね、もう笑顔というか素敵なね、あれは本当に卑怯ですよ、うん、本当にあんな笑顔を見せられたらうっかり大好きになっちゃうんですよ、ああなるほどねもうわかりますよ、うん、ね、うん、ほんとそういうのもわかります、うん、それだけね、まあ本当に陛下というのはね、ああいう深いというかね、もう国民のことをね本当に考えてくださってますからね、もう本当にそれはね、わかりますよね、まあそれで、はい、まあだけど、はい、もともと最初に行かれたのっていうのは何がきっかけだったんですか、私はおじいちゃん子だったので、うん、あ、そうか、おじいちゃん子だったのね、はい、うん、おじいちゃん大好きで、うん、おじいちゃんが孫は宝だっていうような無償の愛を注ぐ方だったんですよ、なんかもう自分の財産というか宝物はこう子孫っていう、与える人だもん、そう、そういう無償の愛をな感じだったので、うん、でそのおじいちゃんの中で育ってたから、もう80超えてた時におじいちゃんがいきなりいなくなって、うん、ピンピンコロリで、うん、だからもうロスですよピンピンコロリピンシャンコロリとかピン、はい、うん、だからもうだからおじいちゃんロスになっちゃった、そうなんですよ、でおじいちゃんに変わる人が欲しいと思ってテレビを見てたら天皇皇后両陛下が映って、これだってこの人たちに会いたいみたいな、それでしもうだからそういう世代なんですよ皆さん、若い人たちはね、もうだから僕なんかある意味すごいもう話してるだけでショックを受けるわけですよギャップを感じて、でも若い人たちはそうなんだよね、だからでもまあきっかけはね、まあ当然そのいろいろあるわけだし、そういうきっかけでね、あ、もう本当天皇皇后両陛下にお会いしたいと、うん、いうふうにね、その時に思って、思ってその時はだけどまだ石川、いや、あ、もう東京だった、東京です、あ、それで、はい、どうしようかと、どうしようかと、それで、あ、そう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 、うん、で行きたいと思ってたら Facebook で友達が勤労奉仕に行きましたって写真を上げてて、うん、え、行ってるみたいな、うん、私にも紹介してくれって言って、うんうん、今のお世話になってる団の方に紹介してもらって、うんうん、行かせてください。その時はお仕事は、はい、お仕事は、自営業ですね、自営業、起業しました、起業して、はい、え、起業して何年目だったの、いやー1年目、え、ちょっと待って、そのさ起業した仕事ってあんま詳しく言えないの、うーん、まあね、あ、別に言わなくていいあ、いや、言わなくてもいいけど、言わない方がいい、今なんか名ばかりの取締役みたいになってるから、あ、一応でも会社あるんだ、そう、友達と作って、あ、作ったのね、そうなの、何をする、あ、言ってもいいの、何をする、うん、まあネット系の、あ、ネット系ネット系のネット系のね、そうそう、まあ、とにかくそういう仕事をしてて、そうね、とにかくだってね、皇居の勤労奉仕は4日連続ですから、うん、ね、金子さんだって、そうです、ね、はい、
休まないとね、いけないね、うん、休みます、ね、会社がダメですって言ったらやめますって、うん、ね、そういう感じですよ皆さんね。ね、ヨネさんのリンク職人炸裂ね、ありがとう。マクさん、陛下のご印象は可愛いという両陛下愛ね、本当にね、もうもう僕らの年代考えられないからさ、そういう発言自体がもう汗出ちゃうよね本当に。熱き閉会ね、そうなんですよ、大好き、大好き、ね、大好き。いやもうほんとね、そういう若い人はねそう言ってくれるのはでも僕は嬉しいですよ、うん、ね、米田さん、陛下とお目にかかるなんてなったら胃が痛くなるかもしれないね本当でもそうだよね。でも緊張されました？します、そうだね、しますよ、やっぱりもう人出会って人出ないような感じなので、うん、やばいですね。だけど、ね、なんか威圧感が全然ないんですよ。まあ、そりゃそうです、あの笑顔でね、うん、お話をしてくださいますからね、愛を持ってね。あのエネルギーが強いって結構バチバチ来るかなと思ったんですけど、陛下たちは会ったら気がついたらすっぽり大きな愛のエネルギーの中に入ってるから全然違和感がなくて、でなんでだろうなって思ってたら、あ、陛下は毎日私たちのことを思ってくれてるから私たちの魂に一番近い存在なんだなって知った時に余計グッときちゃって。なるほどね、はい、まあ本当にでもね、こうね、陛下は本当に国民のことをねやっぱりこう思ってくださってね、本当にそれはねやっぱり映像を見ててもねすごい感じますしね、山根さんね、国民統合の象徴としてまさに尊敬すべき天皇皇后両陛下、うん、こういうね、うん、やっぱり僕らなんかはこういう初コメントになるでしょうね、うんうんうん、ご健の金城陛、うん、天皇陛下は素晴らしいですね、ね、うん、ちなみに両陛下が僕の通っていた小学校を視察されたこともあります。へえ、学校視察はそれで最後と言われて伝説の視察になりました。僕も親から陛下の写真見せてもらって感動したの覚えてます。いや、いいですね、マックさんのこんなコメント初めてだわ。としなりさん、小学生の時に遠足に行ってバスを乗っていたんですが、高速の入り口で数分止められました。天皇陛下の車が通ると言ってバスを止められました。あ、そういうこともねありますよね。僕はあの原宿の予備校へ通ってたんですけども、うん、よゼミっていうね、うん、原宿校舎の方、原宿にはあのお召し列車ですよね、はい、あの陛下の、はい、あれがあそこから出られるということで、うん、あのこう動き出して、で陛下がこちらの方、僕はあの竹下通りからこっち側にこう立つと見てたんですけど、こちらもちゃんとね見てくださってね、うん、感動したのを覚えてますよね。いや皆さんにもねそういうまつわるこういうコメントいただけるとね、うん、本当に嬉しいと思いますけど、まあそのまあね、大好きでね、はい、大好きでね大好きで大好きで大好きで、それでまあ生きてる限り会いに行こうと思って、会いに行こうと思ってね。そうだから、よく4日間休めるのって言われるんですけど、私たちは、ね、逆で勤労奉仕の合間に仕事してるみたいな、うん、なんかそういう感覚なの。優先順位がもう完全に一番に来てる、うん、ですよ。なんだろうね、そこまで行く、うん、そのね、うんうん、大好きだから、大好きだからねまあだけどね、そのおじいさんから亡くなられて、はい、うん、まあ、そういうのもね、うん、あったのかもしれないけどね、うんうん、まあ、本当にね、さっきから言ってますけどもね、僕らの頃は、まあ僕らはね、うんうん、もう当然戦争経験してないし、うんうん、ずっとその後に生まれてますけども、でも学校でもねそういうことを特に教わってなかったんだけども、まあ僕なんかは親からねそういう話を聞いて、うちの母なんかも勤労奉仕ね行ったりしてましたから、やっぱ小さい頃よくね、お正月皇居家族で一般参加、うんうん、毎年のように行ってましたから、うんうん、ええ、そうですね、そういうね、本当に素晴らしいっていう感じをね僕も持ってましたから、わかりますよ、わかりますよ、いや、わかるけど、こうやって表現することが今の若い人なんだなっていうのね、うん、いや、カルチャーショックというかね、すごいなと、うん、
でもまあどういうことですよね、そういうふうにして思ってくださるっていうのはね、はい、なかなか立場上大好きって言われる立場じゃないじゃないですか、はいはいはい、だから私が代表して言おうと思ったんですよ、ね、代表して言おうとねしてる、いやいやね本当、いやいいと思いますよ、ありがとうございます、ね、で僕はね、はい、あれなんですよ、夢の一つ園遊会に行くことなんです、いや言ってないですよ決まってないですよ、僕の夢です、うん、園遊会に行きたいなと、うん、でいろいろ考えてるんですよ、うん、どうやったらいけるかなと思って、うん、で今の仕事やってるだけじゃちょっとなと思って、うん、息子を、うん、息子を出しについていけばいけるかなみたいな、なるほど、うん、なるほど、なるほど、そこら辺をちょっとね、うん、考えてんで情けねえと思いますけどね、でもなんかね、そういう夢をね、一ついいじゃないですか、園遊会ね、行ってみたいなと思いますけどね、うんうん、まあ、赤坂御用地はもう本当に平安時代のような、うん、素晴らしいお庭ですよ、それ行ったことのある人しかねそうですね、金の方しか園遊会しか入れないんですよ、うん、あ、そうですね、そうか、そう、そうか、じゃあ勤労奉仕行けない場合は園遊会だ、そうです、ねでももう11回じゃないですか、うん、行くたんびに何かこう、うん、ありますあります、うん、だから継続するのは大切だなと思って、私はもういつかはもう自分の子供に継がせて75歳引退みたいな目標まで立てて、なるほどね、はい、まあ、中の様子とかなんかね、なかなか言えないんでしょ、うん、そうですね、やっぱりどういうことするかっていうの言えるの、まあお庭の手入れ、手入れ、自然をきれいにする力、うんうん、それが勤労何時から何時だっけ、8時から、いいの、それ言ってもいいの、はい、8時から、3時ぐらいまで、あ、それってあの宮内庁のホームページにそれ出てるんだよね、載ってます、その募集も出てるの、載ってます、だから一応募集応募はできるんだよね、行きたい、ただ4日間で、うん、出れて、うん、健康で、あ、健康で、そう、うん、やっぱ坂道が多いので、で1万歩以上歩くので、ああそうなの、うん、俺きついわ休みでも休み休みですけど、じゃあ結構な量じゃないですか、歩く量で、まあ、まとまって来れないと宮内庁の人たちも一度に200人400人を相手にするので、団体じゃないと対応がしきれないからグループで来てください、なるほどね、へえ、うん、そういうことなんですね、うんうんうん、でも、うん、10回言ってますけど、はい、やることは同じことなんですか、毎回、でも広いから、へえ、そうなんだ、そうで、やることも違うし、うん、季節によっても場所も違うし、うん、いろいろありますよ、うん、そう、だから前回の続きもあったりとかするから、そうそう、あ、そうなんだ、そう、あそこどうなったかなみたいな、そう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 、うん、ワクワクしちゃうね、なるほどね、でもだからそこに行く人たちは、うん、そういう団体の人たちは当然、うん、皆さんやっぱり両陛下とかそのね、うん、皇室がすごく好きで、うん、行かれてるわけでしょ、うん、でそういう人たちと一緒にやってるから当然テンションも上がるし、うん、上がります、上がります、嬉しいし、そう、唯一あそこで大広げにこういう話ができるんですよ、ああ、そうだそうだそうだよねいいよねとか、あ、なるほど、ね、陛下への愛を話せる空間、うん、邪魔されずに、邪魔されずにね、そう、冷や汗かく人もいないから、ね、こうやってねこうやって冷や汗かく人もいないしね、あ、なるほどね、あ、いいね、それはね、あ、なるほどなるほど、それはいいわ、そう、特に女性は共感共有大好きだから、うん、共感共有ね、大好き、大好き、うん、中で写真とか撮れるの、それじゃダメ、撮っちゃダメなんだね、うん、禁止事項、禁止事項だね、はい、それはそうだよね、うん、ハコちゃん、あ、もずくん頼み、いいと思うね、頼、もずくん頼み、うん、ちょっと考えます、ヨネさん、もずくんが園遊会に招かれる日はすぐそこに、いやね、ちょっと楽しみですけどもね、これ羨ましいですね、よし、葉山御用邸に西洋にお越しになられているときにはよく海岸を散歩されています。友達は一緒に写真を写ったり撮影したりしてますよってね。ヨッシーは、あの近くだもんね、うん、そうそう、葉山ね、御用邸でね、うん、行こうかなと思いました
ストーカーかみたいな。あでも気持ちわかるけどね。まあでもほら、うん、ね、陛下があそこ終わりになる時間とかはね、わからないもんね、うん、そうそう、さっきもちょっと話しましたけども、僕もあの小金井じゃないですか。で、小金井公園ね、今江戸東京建物になってますけどね、そこにあの今の陛下がね、戦時中に、なんていうんだっけ、疎開されてて、でそれでまあ何年かに1回ぐらい来られるんですけども、たまたま去年か一昨年かな、来られるという情報をキャッチしてね、かみさんと一緒に行って江戸東京建物の中でこううろうろしてたら、なんかこう SP がこう来て、あ、来られるかったら車止まってね、歩いて来られて、それを待ってる人もたくさんいるんだけど、もう一人お一人ね、こうやって挨拶で、僕のこう前にこうやって挨拶。すごい、本当嬉しかったですね。お優しいんでね、あのお二人のね、笑顔が本当に優しくてね、感動しましたけどね。あ、純ちゃん、昔々その昔いつだよ純ちゃん、東宮御所で皇太子殿下と美智子妃殿下ととある団体でお会いしたことがあります、うん、みんなどやってるねちゃんとね、うん、2つのグループに分かれた時迷わず内々殿下の方に行きましたこれ どういうこと誰だか分かんないけど、はいね、殿下の方行ったってことね、はいよく分かんないけどありがとう純ちゃんね、うん、でも皆さんそうなんだな、結構ねそういうところでね、うん、いろいろやられてるんですね。そうそうそう、だから、まあ、その時もね、本当はこうね写真とかもう一緒の写真はダメですって言われてたらね、撮れませんでしたけども、うん、遠くの方にうん、いらっしゃる時はこう写真をね、で僕も動画でちょっと撮らせてもらって、まあ、宝物ですよね、うん、本当にね、ね、ではい、行くじゃないですか、はい、皇居ね、はい、で僕が楽しみにしてるのは、うん、そこで売ってる、うん、あ、お土産ね、チョコレート、うん、菊の、うんうん、ね、そう、うん、あれを楽しみにしてるわけですよ、うん、あれをその破って、うん、もう捨てないで体だけ取ったみたいな、そう、分かるよね、うん、そう、あれでもね、見た目すごく神々しいんだよね。確かに、うん、あれはだからどこで売ってるの？売店、売店、売店、売店はでもそこに行く人じゃない、誰でも買えるのあれ。あ、でも皇居は、うん、あの見学があるんですよ、うん、そこに申し込んで、そう、東行為の方、誰でも見学できるの？違う違う、あ、違う、ツアーが、ツアーがある、ね、そう、外国人も大好きで1日2回やってて500人ぐらい来るんですよ、うん、そうそう、見学できるんだ、皇居の中を。でもまあ決まってますけどね、範囲は、もちろん、そこで、それで売店があるんだ。そこの入り口にあの説明を最初にするので、そこのそばに隣接してあるので、はい、買えるわけですね、うん、一般参加、ぜひね、皆さんあのチョコレートはね、うん、食べていただきたいな、うん、でももう10回も行ってるからそういうのは買わないんでしょ、うん、買います買います、買うよね、はい、何何買うの私はね、味噌のっていうお酒、お酒、日本酒、日本酒、そこでしか買い、あ、そうなの、そう、それが私あんまアルコール強くないんですけど、まだ飲みやすくて、で、まあ、神社っていうか自分家の神棚に置いたりとか、味噌の、はい、おいくらなんですか、一番小さくて900円、900円ね、うん、そこでしか売ってない、うん、そう、カステラとか、カステラとかサブレとか、サブレとか、みんな喜ぶ、あ、みんな喜ぶよね、いや、そう、そう、なんかね、そう、こうなんか運気が上がるようなね、うん、もらうと、そんな感じはね、うん、で地方で JA とかあの結構いろんな団体が来るんですよ、バスで、だからもうおばちゃんたちがもうすっごい買い物しまくってて、え、どこで、あ、皇居の売店でね、だからあの売店の売り上げ半端ないんですよね、まあね、みんなそれはね、しょっちゅう来るわけじゃないからね、そうなんですよ、地方のね、おじいちゃん、ね、おばあちゃんはね、うん、いやでもなんか時代が変わったなっていう感じをすごく受けるね、ありがたいですよ、美穂ちゃんと話してると本当にそう思うわ、わかります、わかります、ね、一番最初私もそうでした、あ、そうだった、 何言ってんだろうこの子みたいな逆に知らないからここまで突っ走れたんですよ、あーそうかね、うん、そうだよね、そういう風にね、うん、教わってきてないからね、ただの私はチャーミングリーンの老夫婦ですよわかります
わかるよ、その世代だわ。わかるよ、わかるよ。いやもう本当に汗出てきちゃうよ俺。なんかそれをリアルで体現してる人がいるってすごいと思って、それが日本の最高権力者って、日本すごいと思ったんですよ、エンペラーね。もうね本当にだって何年続いてるかっていうね、後期ね2600ね、つ、うん、いてて多分日本人より外国の方の方がすごく、いやそうリスペクトされてますよ。本当ですよ。だから一般参加とかもね、あんなにお近くて驚かれる方が多い、うん、そうね、うん、外国だとほらお城だからこんな全然、ちょっとこっち来ますか。あ、はい声多分小さくて入ってないと思うんですすいません、お邪魔します。まあ失礼いたします、ね、すいません。金子さんでどこ見ていいや、うん、そうさっきちょっと話出てきたけど、きらめきの、はい、何どういうあれなの、お二人は発起人みたいな、発起人でサブですみたいな、サブでそうそう、ね、で今回は僕は、うん、あれどこで金子さんと会ってたんだっけ。あ、草間さん、ん、北原さん関係ない、北原さん、ご飯食べに行きましたよね。お豆腐、なんかお醤油の工場。あー行った、山木、うん、あそこの時一緒で喋ってた。そうだったんだあれ忘れられたの。いや悲しい。いやいや、あそうだ、私めっちゃ覚えてんのに悲しい、ね、そういやいや覚えてる覚えてる、お店のとこだね。そうそうそう、うんうん、知ってる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 覚えてる。その時にお会いしてね、うん、そうで今回は、うん、いや僕最初に金子さんから、うん、出るっていうで聞いてたから出たいって言ってねえでも出たいのは中身がこちら、うん、そうね、うん、っていうことでね、まあなんかうちらもう一人なのか二人なのか分かんないみたいな、仲いいのそう双子みたいなもんね、双子みたいなね、まあそういう関係なんですよ、はい、ね、とにかく今日はそれで半野木さんをご紹介いただいてっていう、はい、だけどお二人でそういう皇居の勤労奉仕を、はい、まあ、されてる。何回ぐらい。私は8回です。すげえ、それでもすごいな8回、はい、で11回と。まあ金子さんにとっては、はい、どういう魅力があるんですか。どういう魅力、その8回も行くっていう。行くたび楽しいから、楽しいことしたいじゃないですか、うん、楽しいことしたいっていうか、やっぱりその両陛下の、うん、うん、大好きですし、うん、皇太子殿下もすっごいかっこいいんで結構ユミコさんはこの年代ですけど、私が結構洗脳してるんですよ。もうね、すごいイケメンを出す人だと思ってキャーみたいな、浮かれちゃうみたいな。大好きなんですね、うん、洗脳されてますすごいよな、ちょっとねコメント読むね、はい、あ、3月生まれの美穂さんは天皇陛下の大々的なファンなんだね、うん、いえいえね、日本酒、あ、味噌の味噌の、戸谷さん、私も両陛下にお会いしたことがあります、うん、その日は雨が降っていて、両陛下が出てきてもすぐに車に乗ってしまうからというお話でした、うん、皇后様がわざわざ私たちの近くまで来てありがとうございましたとお礼を言ってくださいました、うん、もうこれがね本当にね、あの美智子様のありがとうっていう言い方がそっくりすごい可愛らしい。すっごいんですよ。あのありがとうは卑怯っていうか、うん、もう最強な。美智子さんは本当にあの方、少女のような方で、ね、すごい素敵で。本当にね、国民のことをやっぱりね、うん、思ってくださってね。米谷さん、それコメント書かなくてみよう。わざわざ俺また読まなきゃいけないよ。陛下をチャーミーグリーンの老夫婦扱いってね、チャーミーグリーンをリアルに体現する尊い存在。さすが。もうね。佐原さんのコメントさすがだな。あ、草間さんだ。あ、草間ちゃん来たよ。後期2678年、あ、ゆみちゃん来たってことね。来ましたよ。草間ちゃんもう何年ぶりだろう、7年ぶりぐらいかな、コメントくれたのやばい。もう本当に最近来れなかったからね、生きてんのかなと思ったけど、草間ちゃん元気、うん、ね、草間ちゃんもね、こうメディカス出てくれて、うん、もう今でも忘れないですよ、草間ちゃんがゲストの時に、はい、俺の携帯に電話かかってきちゃってさ、番組中に、うん、そしたら草
鳴ってるの俺そのまま出ちゃってその番組中にあもしもしです、うん、すいません今の番組中なんで終わったら、ま、後ほどお電話しますねって言って切ったら草間ちゃんがそれ仕込みとか言ってびっくりしてたけどねそれ以来ですね草間ちゃんありがとう、うん、純子ちゃん、うん、ね、うん、あ純子ちゃんもきらめきで昨日団長副団長勢ぞろい、うん、また行くんですそうあそうなんですか、うん、今度11月行きます11月、はい、それも決まってんの、はい、許可をいただきました、はい、どういうこと許可ってあ半年前に申請してああなるほどねあの抽選が連絡が来てね11月大丈夫ですよ、うん、きらめきみたいな、うん、ね、笠原さんその視点は初めて聞きましたね、うん、ギャラリーの金子さんこんばんはっつってますよ、うん、こんばんはってこんばんはあ、ヨネさん配信し電話に出ちゃって MC 徳様さんということでね、うん、リンク貼ってくださいすごい、ね、すごいあもうな、うん、まあでもねあそうそうそれで、うん、じゃあその時も一緒に行くのうん、準備します今度もね、うん、まあそれだけもう他にもさ、うん、いろいろ行かれてる団体があるわけでしょ、はい、でそことの違いっていうのは何なのその自分たちの自分たちの違いは私たちはね教育直後やってます あのねもう本当にこの若い年齢でね教育直後ってことが出てくるのはねびっくりなんだけども教育直後っていうのは教育直後っていうのはどういうことが書いてるんですか明治天皇のあのあれでそれをね簡単にしたのがね、うん、これなんですねちょっとこれ見せようか12の大切なこと、はいね1番、はい、両親に感謝する、ね、お父さんお母さんありがとう両親に感謝しよう、ね、2番目兄弟仲良くする、ね、一緒にしっかりやろうよとで、2人で助け合う、ね、夫婦で協力する、うん4つ目友達を信じ合う、ね、で5番目、自ら反省する、ね博愛の輪を広げる知得を磨く、ね、進んで勉強し努力しましょうとそして、公のために働くと、ね、喜んでお手伝いします、ルールに従い約束は必ず守りましょう、ね祖国を守る勇気を出して、ね、自分の国を守りましょうとそして伝統を守る、いつもいいものは大事にしていきます、ねはい、で手本を示す、ね、まず自分でやっていますと明治天皇から私たちへの贈り物っていうことで、まあ、教育直後まあねその教育直後自体は難しい言葉でね、うんうん、ちょっと書かれてて若い人にはなかなかね分かりづらくなってそれは分かりやすく今いいでしょう、うん、これに触れたのは何がきっかけだったの教育直後教育直後は私が明治神宮の崇敬会に入っててこの若さで明治神宮崇敬会に入ってるってことがすごいわ明治天皇も大好きでねうちの親父も入ってますけどもね、はい、もう睦仁様が私にとっては何だろう帝王学の師匠みたいなうんまあそこででも知ったわけねそうで、はい、その年、ね、何回かに雑誌が届くんですよ崇敬会から代々木っていうそこに教育直後が入ってて写経しましょうみたいな、うんでそれを最初一人でやってたんですけどこれをみんなでやりたいって思ってもうきらめきでは強制にしました、うん、やるってことそれはきっかけでしょでも教育直後って教育直後そうですねはい、うん、これをやったらねやっぱ今の平成もそうですけど昭和天皇も平成天皇も皇太子殿下もやっぱ睦仁様明治天皇をこう手本とされてるので明治天皇と同じような意識だからこれを国民がやったら喜んでくださるなと思ってそれを全力でやろうっていうすごいね本当にね、うん、そうねそれでその、うん、いわゆるそれを写して書いてる書いて金子さんがやってるのそうですそれをどうするの奉納するの奉納します明治神宮にね崇敬会は正殿参拝が何回でもできるんですよ、はい、パスであそうなの、はい、崇敬会扱い で、うん、そうだからもうね本当に年 5回以上は正殿参拝してるっていうぐらいまあね明治神宮って
まあまあ、大体一般の人たちはね、例えば初詣とか、ね、そういうぐらいしかないけど、あそこさ、まず自然がすごいじゃないですか。すごい、ね、そのままの自然が残ってる、でもあれは人工の森なんで。あ、そうなんだよね、人工でね、作ったんだよね。あれがまずすごい。そうそうだね、マジ。なんか金の皇居の行って思ったのは、自然と人間の調和がすごいんですよ。それだ、それ本当にね、大切ですよね。だからよく自然と人間で話題になった時に、人間が自然破壊するみたいな印象が多いじゃないですか。だけど自然をより美しくできるのは人間しかいないんですよ、っていう視点に変わった時に、人間ってなんて素晴らしいんだろうなって、なんか地球がこんなにも綺麗なのは人間がいるからなんだなって思われるような世界を皇居とか明治神宮で体感して、すごい愛にあふれてるんですよ。素晴らしいですね、美穂ちゃん。ありがとうございます。まあだから、はい、ね、そういうあのみんなにも共感してもらいたいわけじゃないですか、ね。一つはそういう共感してもらうための活動でもあるわけ。そうです、そうです、そうですね、そう、伝えていこう、伝えていこう。そのためには何をやってるの。こういうワークもやりながら、あとは靖国での機能奉仕もしてます。靖国神社で、はい、え、やってるの。やってます、はい、今週の14日も行きます。御霊祭りの日もまたしてきます。靖国神社ってのは九段下の。そうですね、はい、陛下が行きたくても行けない場所、代わりに行こうみたいな。僕あの九段下の、はい、靖国神社の前を通ったちょっと先でいつもセミナーをやってるんです、あそこら辺は気がね、すごくいいんだよね、あそこでいつもわーってやって、御霊とわーってやってる。は？はわーってね、わーって遊んでるみたいな。なんか結構靖国神社ってあのネガティブなイメージが多いじゃないですか、じゃないけどやっぱり御霊の、靖国に眠る御霊の人たちって一体何を求めてるのかなって思ったら、幸せな国を、ね、なんか願ってるわけだから、私はそこでわーって楽しいっていうのを表現して、もう靖国のアイドルと仮装みたいな、みんなのおかげでみたいな。そう、わーって。あー、なるほどね、平和に豊かに暮らしてますよみたいなね。カラコさんもね、はい、わー楽しくやってんの。やってますよ。だから結構ね、応援してもらいます、エネルギー的な意味で、靖国の御霊から。あ、そうなんですね。そう、なんかいつも頑張れって言ってくれて、頑張るみたいな。なるほどね。もう本当だけどあれだよね、明るいね。ありがとうございます。え、最初からそういう感じ。いや、え、違うな。だんだんだ、あ、こうなってきたの。そう、そう、そう、幸せを感じるのがだんだん上手になってきたから、今日がマックス。だから明日になったら明日がマックス。ああ、そういうことね。ずっと更新し続けてる。やばいじゃない。それ、そう、だからこれもね、勤労奉仕のおかげだなって。勤労奉仕に行くとすごいなんか魂的に磨かれて、いっぱい行くまでに試練が来るんですよ。課題ね、課題、宿題というか。あ、そうなの。そうそう、お前は本当に行きたいのかみたいな風に、なんか、そう、試され事が来るんですよ。そうなの。あ、私も来ます、来ます。彼女とはまた違うものが来ます。そう、だから、ってこう、おえおえとかしながら、それでも行くんだみたいな風にして乗り越えたら、レベルアップして、で、その後に会うから、なんか、すごい大きなものをもらうんですよ。すごいね。やっぱり行ってよかったよ、やってよかったんですよ。もうなんかね、魂のライズアップみたいな、皇居勤労奉仕は。そうそうそう、魂のライズアップ。絶対本当にね、衝撃、今日。いろんな意味で衝撃、メディカス始まって以来の衝撃。今日味わってますよ。本当に汗かいてるね。今日すごいな。でもね、いや、でも本当面白いなと思う、あの、ていうか、なんだろう、こう感じてほしいとか言ってほしいことを感じてもらってるし、僕がね、若い人たちに、あ、そう、こういう表現して面白いなって、面白いなと思って、まあ僕もね、あの、教育長校すごく
あの好きだし大事だと思ってる、うんうんうん、でもこういうね若い人たちがね、うんうん、ある、うん、今年お正月で陛下が心豊かにお過ごしくださいって言ったんで、今年のテーマは心を豊かに過ごすなんですよ。どうなのそれで今楽しい心豊かになってる、豊かになってる、うん、豊かになってる、なってる。あのちなみに、はい、これから、はい、なんかどうしていきたいとか何かしたいって夢はあるんですか。これからはいっぱいあるんですけど、うん、なんかね福の神を増やしたいみたいな。え福の神を増やしたい、増やしたいみたいな。そうなんか私もう福の神になろうって決めたんですよ。なってるよ。ありがとうございます、うん、それをねもっと増やそう。ああなるほどね、うん、福の神はね。そうで今回次11月がきらめきでいう4回目なので、4回目のテーマを決めてるんですよ。3回目は大好きを伝えるっていうのをやって、4回目は繁栄を伝えるっていう、うん、そうだから繁栄を表現したい、表現したい、表現して、うん、あの秋人様美智子様に、なんか秋人様美智子さんが作った世界はこんなにも繁栄したんだよって言って、ありがとうございますっていうのをやろうって。それ、うん、金子さんもそうなの？そうですそうです、巻き込み事故ですよ。あもうその話はしてるわけ。そうですそうです、今度のテーマはそれだね。じゃああなたにとって繁栄はって彼女に聞かれた時に、自然と人間の共栄共存、うん、って思ったから、うん、素敵だなぁと思って。繁栄は何ですか？は水越さんにとっての繁栄って何ですか？繁栄、うん、うん、まあその何こう、こうミクロとマクロじゃないですけど、うん、まあ大きなことで言ったら、まあ、まさにね、うん、あの自然との、人類と、うんうん、自然との共存共栄っていうのは僕はすごくやっぱり、うんうん、それが理想だなっていうのはすごく思ってるけど、うん、まあ、僕個人から言うと、うん、僕はそのこの今映像こういうライブ番組をね、うん、通じていろんな情報を発信してるじゃないですか、うんうん、そういう仲間をもっと増やしてい きたいっていうのがあって、うんうん、そのひそのね、うん、その一つのあれとして自分のスタジオを持ちたいっていうのがあって、うん、そのスタジオはギャラリーにもなるし、うん、その個展もできるような中に、うんうんうん、その後ろ側にあのこのブースがあって、うん、そこで配信できる、うん、だからそこで個展したりセミナーしたりの後ろからこうやって配信ができるっていうような、うん、そういうのをみんなに貸したいと、うん、素晴らしいじゃないですか。そうですか、素敵ですよ。あとは園遊会、はい、うん、大丈夫、行けます行けます、ね、行きましょう、まあそうだからね、うん、この番組はどんどん夢やからメディカスって番組ですから、うん、その夢をね、ゲストさんの夢とか、はいはい、僕の夢とか視聴者さんの夢を、うん、応援していこうと、うん、でじゃあ夢を叶えるためにはどうしたらいいかっていうことを、うん、その どうやって夢を叶えてますか、叶ってきましたかっていうのをゲストさんからお聞きしたりして、うんうん、いろんなやり方があるわけですよ、はい、だから例えばほら人によっては紙に書き出すとかね、はい、あと貼り出すとか、はい、あとすごくイメージをするとか、口に出すとかね、うん、で僕はいつも言ってるのはとにかく表現しようと、うん、言わないと伝わらないよっていう、そうですよね、でこの番組でも僕がカメラに向かって言ったことで、うん、一夜にして夢が叶ったりとかね、うん、そういうこともいっぱいあるわけですよ、うん、だからやっぱりでもそれを伝えないとみんなも分からないからね、うん、助けたいと思ってる人だって分からないから、うん、だから言ったことによっていろんな人が助けてくれたり、うん、協力してくれたりして、うん、だからその今特にインターネットっていうね、うん、もう本当にありがたい、うん、ものがあるじゃないですか、はい、それを活用することによって昔とは比べられないほど速いスピードでいろんな夢が実現していくので、うん、それは使わない手はないでしょうっていうことを、うん、まあ皆さんにね、うん、いろいろお伝えしてるわけですよ、はい、夢を叶えるためにはどうしたらいいと思いますか？アウトプットはしてます。してる？いっぱいしてます。偉いね、はい、アウトプットした方が次が入ってくる。うんうんうん、うん、それをやってから早くなりましたやっぱり、うん、アウトプットで具体的に言うとどういうこと？なんか自分が感じたことをアウトプットして、なんかよく魂とこう、うん、脳って時差があるじゃないですか。いやあるじゃないですかって。ごめん、そうだった。あ、そうなのね。そう
みんな結構もう一回言って魂と何頭頭時差は思考は、ね、みんな結構思考から取り入れようとしてて あれだけど私はまず魂で感じる、うん、感じてから魂がどう思ったかを分析して今度思考に流すんですよ、うん、でそうしてアウトプットすることによって脳がだんだん学習して、うんうんうん、それを何度も何度も見て刷り込ませるんですよ、うんうん、そうすると思考がだん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 魂に教わったことを学習していくのでそれで叶うようになりました、うんそうですね、今同じやり方をしてます、はい、そういうやり方やってるの。そうです、うん、結局同じですね。だからなんか自分の目の前に来たものをジャッジしないでとりあえず最初はゲッと思ったりしてもとりあえずやっちゃう、とりあえず受け入れて受け入れる、うん、感じてから分析して吐き出してっていう、うん、で一番最初副団長でしたけれどもそれも予定になかったことですか、うん、まあだから本当にその予想しないっていうか自分が今考えもしないことが本当にどんどん出てくるじゃないですか、うん、そうですね。で僕も何年か前のことを考えると今こんなことしてるなんて信じられないようなことしてたりとかね、はい、いろいろあるけどもそれはやっぱりそこで拒否しなくてやってきたことによって、うん、ね、うん、いろいろやってよかったなって思うこといっぱいありますよ、うん、ね、うん、やっぱ団長を一回やると、うん、ちょっとやそっとのことではもう動じなくなる。そうですね、うん、分かる、うん、あなた見てると分かる。ありがとうございます、うんそう、ね、1回やったことある。1回やりました。はい、そういやー面白いね。あ、カメさん、浜口さんも金子さんも皇室の熱烈なファンなんだね、うん、教育直後まですごい、うん、笠原さん、自然をより美しくできるのは人間しかないね、うん、安国アイドル目指すゲスト様あ、関敦子さんね、うん、更新するミオさん、素敵です。ありがとうございます。ね、課題試されたことを乗り越え到達するゲスト様ね。福の神。福の神を増やしたいゲスト様。幹部さん、靖国神社アイドルね、衝撃。歓迎とはね。あ、そうだ。歓迎とは。さすが、ユネさん、タイムメディカスね、忘れてた。笠原さん、アウトプットすると次が早くなるね、夢は叶うようにしましょうね。神さん、ありがとう。としなさん、水子先生、タイムメディカスは、はい、わかりました、アウトプットね、はい、ありがとうございます、はい、でちょっと一度お戻りいただいて、はい、よろしいですか、はい、神さん、どうもありがとうございました。ありがとうございます。はい、いいですよ、そのままで、はい、はい、タイムメディカス、タイムメディカスやるの忘れてた、はい、タイムメディカスと言って1分間でその方を丸分かりという、うん、私が質問をします。それに答えていただくというね。そう、タイムメディカス、これね、結構皆さんからね、好評いただいておりまして、みんなからタイムメディカスはタイムメディカスだって言うて、すっかり忘れてました。何じゃあね、何、タイムメディカスいきますよ。ちょっと一度これ切ってね、ちょっと待ってね。これから質問するので、うん、それに、答えていただくんですけども、うん、この黄色いボタンを押してから答えてもらうので、ね、直感で、あ、直感、そう、直感で、直感で、ちょっと待ってね。で、今画面これ映すから、はい、結構アップするからね。大丈夫かしら。全然大丈夫。全然大丈夫。ね、はい、はい。ちょっと待ってね。で、僕が質問したら、はい、この黄色いボタンを押してから答えていただくことね。ちょっと待ってね。じゃあ行きますよ、タイム、あ、ちょっと待って、あ、もうちょっとこっち来て、はい、あ、そうそうそう、そう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 、あ、緊張する。いや、全然緊張しなくて大丈夫、全然大丈夫。じゃあね、クイズ、タイムメディカスね、はい、私も忘れてましたけどね、皆さんからのコメントで気がつきました、ありがとう、はい、これからタイム、ちょっと待ってね、もうとにかく全部一人でやってるからね、大変なのよ、うん、すごいね、タイムですね。じゃあいきますよ。はい。クイズタイムメディカス。じゃあいきますよ。はい。1問目。はい。一番好きな食べ物は。カンブリ。
早えな、いきますよ。子供の頃なりたかった職業は？ない。ない。お父さんとお母さん、どっちが怖い？うん、お父さん。お父さんなんだ。UFO お化け、見たことがあるのは？ UFO。あ、UFO。うん。恋を告白したのは何歳の時？22。おっとリアル、うん、あと1からね、はい、今まで旅行した中で一番遠い場所はどこ？うん、遠い場所、ディズニーワールド、フロリダの。フロリダね、うん、ディズニーランドって言ったことない。バスのガス爆発、3回続けて言ってください。バスのガス爆発、バスのガス爆発、バスガス爆発。まあいいや。これまでの人生で一番幸せだなと思ったのは何？はい、明人様、美智子様に愛を伝えた。夢を叶えるためにはどうしたらいいと思いますか？うん、行動あるのみ。最後の問題、はい、世界中から見ている視聴者に一言お願いします。みんなで12の大切なことをやりましょう。ありがとうございました。ということでね、はい、これがタイムメディカスでございますよね。あ、なるほど。で、一つ一つねちょっとお聞きしていこうと思いますのでね、はい、1問目なんだっけな、カンブリ。好きな食べ物はというのにカンブリ、はいはい、大好き。石川県出身なんで。石川県のカンブリ美味しいですか？はい、美味しいです。へー、魚大好きです。魚大好きなのね。やっぱ天然の方がいいです。養殖食べた時違うものだと思いました。そうだ、その違いさえ分からないよね。でも分かるんだ。メタボだった、養殖は。味が、あ、味がメタボ。へー、なんか胃もたれするような感じで。そうなんだ。そう、あ、ちなみに、はい、今あの好きな、あ、うん、今好きな食べ物って聞いたけど、例えば洋食とかも好きなんですか？うん、何でも食べる。何でも食べるんだね。はい、好き嫌いなく。好き嫌いなくね。子供の頃なりたかった職業は何て言ったっけ？ないかったんですよ。ないんだ。まあ、別にそれ考えてなかった。だから小学校の時とかも？そう、思いつかなかったんですよ。だから知らなかったから、だからまさかこんなものに熱中するとは。ああ、まあね。思ってなかったから。お父さんとお母さんどっちが怖い？お父さん。お父さん。だってお母さんって言うけどね、うん、お母さんは私とにそっくりなんで同類みたいな。同類ね。って言われてもよくわかんないけど、まあ、お父さん怖い。厳しかった？厳しいというか、ちょっとなんだろう、 A 型と B 型派閥に分かれるっていうか、浜口家が。あ、そう、だから B 型は結構どっち、何なの？ BB 出たがりで面白いこととかチャレンジ大好きだけど、 A 型派閥は結構安心安全第一だから、なんかちょっとインドア派みたいな。あ、なるほどね、感じなので、もう母と私の行動が理解できないから、父は。あ、おじいちゃんは B でした。あ、ちなみに。なるほどね。はい。はい、UFO お化け、見たことがあるのは UFO。 UFO お化けは見たことないです。あ、そうなんだ、はい、UFO いつ見たの？いつっていうか、あ、いつ見たっていうほどじゃないんですけど、飛行機乗ってるとなんか見たって UFO 言うほどではないんですけど、飛行機乗って空を高くなってると急に眠気が来て、うん、幽体離脱みたいになるんですよ。で、意識だけ UFO に乗った覚えがあります。はい、ありがとうございます。ね、いや、わかりますよね、そういうことあると思います。そうそうそう、はい、恋を告白したのは22歳。はい、どんなシチュエーションだったんですか？どういう人だったの、その人？初恋なんだ、はい、22歳で、はい、相手はどういう人だったんですか？相手は友達の紹介です。まあ、あの旦那です、元。
おりませんね。はい、そうなんですか。いいですよ、円満離婚なんですよ。円満ね。22歳の時にその、はい、ね、一回初めて結婚したいと思った人。あ、それで自分から言ったんだ。言っちゃいます。私自分から言います。好きだ、はい、好きですって。二回目も自分から。え、ちょっと待って。あ、二人目いるんですよ。あ、いや、ご結婚。まだだけど、パートナーいる。そう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 。え、ちょっとビビる。あ、でもそうなんですね。へえ。仲良くしてます。仲良くね。はい、そうですか、わかりました。はい、あ、でもね、告白したと。はい。の時ね。今まで旅行した中で一番遠い場所、ディズニーワールド。ワールド。で、あそこ、え、どこだっけ？アメリカのフロリダ州。ね、行ったんだ。行きました。どうでした？楽しかったです、夢の世界。え、だ日本じゃ行ってないの？だけどあそこに1週間ぐらいいたんで友達と。あ、毎日が楽しかった。楽しかった。 あとホスピタリティが素晴らしかった。あ、そうね、ディズニーランドはね、ね、バスのガス爆発はまあまあいいでしょう。はい、ありがとうございます。これまでの人生で一番幸せだったね。まあそりゃそうだよね、うん。まあ、これ当然だと思います。夢を叶えるためにはどうしたらいい？行動あるのみ。行動あるのみね。でも本当そう、うん、行動起こさないと何も始まらないからね。うん、うん、そうそう。世界中から見てる視聴者に一言言ってくださいってことで、12のね、大切なこと、大切なこと、これ伝えたいと。いや、みんなでやりたい、やりたいね。はい、ということでね、ありがとうございました。ありがとうございました。ね、笠原さん、アウトプットを脳が学習するね、ありがとう、うん。確かにアウトプット自体を脳に起こすマジックありますね。ね、草間ちゃん、あっちゃんも映してね、やめてっていう。いや、最後に映しますからね、もう一回ね。はい、え、なんか話しますか？ね、ということでね、本当にありがとう。それで、はい、あの、そうそうそう。何か、はい、いつも大体出てる、うん、ゲストの方に告知とかね、うん、いろいろ、別にない？あります。あるよね。はい、何？靖国神社の清掃奉仕を定期的にやってるので、増やしたいです。それは誰でも参加できる、はい、うん。どのぐらいの割合でやってるんですか？2ヶ月に1回ぐらいのペースで今やってますね、うんうんうん。それは1日、うん、まあ、1時間ぐらい、1時間ぐらい、はい、やって、正殿参拝してみたいな感じです、うん。ちなみに次はいつなの？14日、今月の何曜日だ？14日、今週の土曜日。それは今からでも行けるの？うん、まあ、どうやって申し込めるの？フェイスブックできらめきのグループ、違う、ページがあるので、イベントが、フェイスブックのページの、さっきヨネちゃんがリンクしてくれたやつだね、うん、きらめきの、もう一回リンクしてくれるかな、ヨネちゃん。そのグループ、あ、ごめんなさい、フェイスブックページに問い合わせみたいなのできるんだよね、うん。そこに、10回行きたいですとか、とか書いていただければ、うん。その、ちなみにその次はいつなの？秋やろうかなって。まだ決まってないけどね、具体的にね。ぜひね、ご興味のある方は、Facebook ページから、きらめきの Facebook ページからね、はい。あと、まだあるんですよ。はい、どうぞ。明治神宮で教育直後を書いて奉納しようっていうのもやってるので、うんうん、それはどうしたらいいの？やっぱそこからきらめきから、はい、Facebook ページから、はい、それも参加してみたいと。そう、ちなみにそういうのってお金かかるんですか？まあ、多少は。多少っていうと、資料代とか、だいたい、だいたいでいいんですけど、1000円とか、何百、1000円とかね、まあ、だいたいそのぐらい、場所代とか、場所代、うん、1000円ぐらい、2000円、だんだん上がってくるね、うん。そう、無料のところもあるんですけど、会議室借りたり、ああ、その時によって違うんだ、じゃあ、そうなんですよ。なるほどね、まあでもだいたいそのぐらいっていうことだよね、考えておいていただける。神宮は1000円です。で、こういうのももらえると。そうね、明治に、みんなに読んでもらいたくて、はいはいはい、ね、明治天皇ね、読みやすいんです。読みやすい、文字も大きいしね。そう、うん、フリガール持ってるしね。いやでもね、本当に、いや、こういうのね、あなたのね、年代でね、本当になんか、まあでも、ほら、こういうことって学校じゃ教えてないけど、どっかでね、必ず誰かがそういう形で伝える人たちが出てくるんだなっていうのを感じるのよね、うん。なんかおじいちゃんがやっぱり人のためにあの動いてた方なので、うん、その背中を見てたから、なんか人としての在り方ってこういうものなんだろうなっていうのを理解して陛下に会ってるので、
そこからいっぱい学びました。なるほどね、はい。うん、草間ちゃん、美穂さんともどこかで何度何度も会ってる。ジュニの大切なことナイスだ。うん、草間さんと会ったことあるの？あります、あります。あるんですね。はい、瀬戸さんライブで。ああ、そうそうそうね。あ、ヨネちゃんありがとう。ね、工具勤労講師団きらめきのフェイスブックページをリンク貼ってくれました。ありがとうございます。こちらからお問い合わせをね、いただきたいと思います。さすがヨネちゃんね、ありがとうございます。あとありますか？あとは、あとなんだろう。もしもきらめきの普通にこういう活動に参加していただいたら、その参加してくれたメンバーの中でまた人数を募って皇居勤労奉仕を応募するので、なるほど、はい。でもうちは基本的に誰でもいいってわけじゃなくて、皇居もだいぶ厳しくなってるので、ちゃんと活動したメンバーじゃないといけないし、同じ意識の人しかうちは、そうだね、はい、入れてません、はい。まあ、そういうことをちゃんと頭に入れてね、はい、参加してほしいということですね、はい。よく皇居勤労方針に行きたいがために連絡を来る方がいらっしゃるんですけど、そういう方は基本的にお断りを、ね、一応ちゃんと活動してる人っていうことだよね、はいはい、陛下を喜ばせたいっていう、はい、ね。はい、ありがとうございます、はい、もう素晴らしい、ありがとうございます、ね。みよちゃん頑張ってくださいね、これからもお伝えしてください。はい、金子さんもね、ありがとうございました、はい、ありがとうございます。ちょっと最後に、はい、メディカツポーズっていうのをやって、うん、ね、よく知ってるよね、終わりたいと思いますけども、ちょっと練習しますから、はい、皆さんもね、一緒にやってくださいね。これ夢が叶う、開運メディカツポーズですから、ね、カメラに向かってこれやりますね、はい。まずね、2本指出します。2本指出します。火曜の夜を楽しむには、で次 M を作ります。メディカツの M ね、うん、そうそうそう。で下から出します。メディ、メディカツで顔の右下で、この時ね、いい顔して止まって、いいオーラを放って、はい、いいオーラを放つ、そう、もう一回行くよ、はい。火曜の夜を楽しむには、メリーカーズで、これ止まってね、そう、オッケー、はい。じゃあ本番いきますよ、はい。視聴者の皆さんもぜひね、やってくださいね。開運メディカスポーズね、今日はなんと、きらめきリーダーのね、浜口美穂さんと一緒に行うメディカスポーズです。いきますよ、はい。火曜の夜を楽しむには、メリーカース。ありがとう。ありがとうございます。どうでしたか、メリーカース。楽しかったです。楽しかった。はい、ありがとう。っていうか、こんな私を受け入れてくれてありがとうございます。受け入れたよ。もう必死で受け入れたよ。でもね、僕もすごく勉強になった。あ、本当ですか。うん、嬉しかったしね。ありがとうございます。なんかパワーもらいましたよ。頑張ったね、これからね。陛下の愛を代わりに伝えますみんなに。ね。本当素晴らしいね。はい、ね、メディカスポーツね、カーツカーツカーツね、ありがとう。火曜の楽しみはメディカーツということでね。本当皆さんありがとうございました。ありがとうございました。ちょっと私の方からもね、はい、この今ね、私さっき九段下のでセミナーやってるっていうお話しましたけども。はい、うん、私の方の告知をちょっとね、させていただきます。私ですね、この動画を使う、まあこれはライブ動画ですけども、私は動画の専門家ということで皆さんにいろいろお話してますけど、この動画を使ってね、皆さんがお金を生み出す、つまり売り上げを上げる、ビジネスにおいてですよ、売り上げを上げることができるんだけども、実はそれを本当にもったいないけども使い方が悪くてそこまでいってないって人ほとんどなんですよ。だから私がこうやるんですよ、こうすればいいんですよっていうことを今セミナーでお伝えしてます、お金を生み出す動画活用を知りたい人のためのセミナーということで、本当に簡単にこのスマホ一つでライブ配信をしたり動画を撮るだけで、あ、これはその自分のお仕事、自分の皆さんがそれぞれ持ってるお仕事をの売り上げを上げるということですね。そのための動画活用ということで、例えば、その動画を例えば YouTuber みたいにね、うん、YouTube にアップして再生回数を上げて、それでお金を得るとか、そういうことじゃないんですよね。皆さんのお仕事をで売り上げ上げるために動画を使おうということで、それを分かりやすくお話をさせてもらってます。7月13日の金曜日、14時から九段下のセミナールームで、これ残席2名となっておりますね。7月18日の水曜日、こちらは残席3名となっています。この2回ね、今月やるおかげさまで、すごく好評いただいておりましてね、皆さんに喜んでいただいてますので、もし皆さんが、
動画をちょっとね取り入れ、もうこれから動画撮れないとダメですからよく言ってるんですよ。うん、もし皆さんが分からないことあったら、はい、ググルって言うじゃないですか、グーグルでね。で世界で一番検索されてるエンジンはグーグルなんです。うん、で2番目第2位はどこでしょう。よく言うと皆さんヤフーとか言うんですけども、うん、ヤフーはグーグルと同じエンジンを使ってるんでね、うん、YouTube って言われてますね、うん、つまりみんな YouTube でも検索してると、で小学生が何しろスマホで YouTube 見てますからね、うん、もう YouTube で検索ってことはですよ、 YouTube の中に皆さんのお仕事の動画がないってことはもう存在してないってことなんです。だからもう動画をいち早くやりましょうと、うん、でその動画をちょっとしたことで使うことによって皆さんのお仕事がどんどんお客さんが集まってきて売り上げが上がりますよっていうことをお伝えします。はい、動画の専門家って私言ってますけどもね、動画専門家で検索していただくとなんと1番に出てきますから、私すごい、はい、ぜひですね、言ってること嘘じゃないですよ、ね、はい、ということ、あ、私これです、お金を生み出す動画活用を知りたい人のためのセミナー、7月13日の金曜日、7月18日の水曜日、詳しく知りたい方はですね、私の、Facebook とかね、動画の専門家で検索するとそこにも出てきますので、ぜひ検索してみてください。よろしくお願いします。はい、以上でございます。ね、そう、笠原さん、いいコメント。陛下の愛のメッセンジャー。ね、頑張ります。はい、あ、ユネさんね、お金を生み出す動画を知りたい人のためのセミナーね、ありがとうございますね、コメントありがとうございました。さあということでですね、またぜひですね、これを伝えるために機会があったらね、またいつになるか分かりませんけども、うん、メディカス出ていただけたらと思います。で今日のね最後にギャラリーに来てくれた方はもう一度ね、ちょっとまだ映ってない、はい、ね、あっちありがとう、はい、ありがとうございます、2回目のメディカスね、ありがとうございました。何か言いたいことありますか。みんなも皇居勤労奉仕に行こう。 OK 金子さんありがとうございました。こちらこそありがとうございました、ね、今回ご紹介いただきまして、はい、ありがとうございました。こちらこそありがとうございました、はい、初メディカツ、そうですね、どうでしたか。楽しかったです。本当ですか、はい、ありがとうございます。またぜひね、はい、機会があったら遊びに来てください、はい、ということで、今回はですね第422回どんどん夢叶うメディカツのゲストはキラ、ちょっと待って大丈夫ですよ、はい、社外人グループきらめきリーダーの濱口美穂さんでした。どうもありがとうございました。最後にですね、はい、メディカツバンドの曲を聴きながらお別れしますが、最後にまた2人出てきますんでね、うん、そのまま見ててください。それでは皆さん、たくさんのねコメントいただきまして本当にありがとうございました、これコメントがあるからメディカツ盛り上がるんですよ、本当にありがとうございます。ということでまたメディカツ来週やります。素敵な1週間をお過ごしください。それでは皆さん、さようなら、ありがとう公共勤労奉仕やろうぜ。何をしてあげられるの、一人の声は小さく届かない空を見上げて、流れる雲を見上げて、
ということで、どうも今日最後までありがとうございました。ありがとうございました。これからもね、その大切な10人のことね、伝えてくださいね。はい、どうもありがとうございました。皆さんもさよなら、ありがとう。